緊張高まる米朝関係、両国の思惑は、北朝鮮とアメリカが互いに挑発、そして威嚇を繰り返し、両国の緊張が高まっています。そんな中、北朝鮮が昨日の朝、6時21分ですね、弾道ミサイル一発を発射しました。ミサイルは発射直後に爆発し、 失敗したと見られるということですキムイルソン主席の生誕105年にあたる15日太陽節と呼んでいるようですが核実験もしくはミサイルを発射すると見られていましたその15日は何も行動せず翌16日にミサイルを発射したという形ですジョネさん、はい、この狙いなんですがね、はい、いろいろ言われてますがジョネさんはどういうふうに これね、狙いを考える前に今ね、金正恩がどんな状態にあるかっていうのをね、確認しといた方がいいと思うんですけど、まずあの、アメリカの空母打撃軍がね、二つ、朝鮮半島あの挟み撃ちにするようにも展開していて、で、かつまあ、在韓米軍もまあ臨戦態勢。で、さらにですね、まあ、あの、とが起こったら、ご詰めをお願いしているチャイナがですね、なんと裏切りまして、 ね、あの、米中首脳会談、一晩だけで、あの、習近平が間抜けなんで、はい。あの、シリア攻撃を認めてしまったりとかですね、はい。しまして。で、しまいには、あの、石油まで今、供給止めてると。で、石炭も今、あれでしょはい。あの、石炭運んでくる船全部追い返してるんですよね。ね。という今、状態で、はい。ご爪を、あの、頼める、頼りになる兄貴分のチャイナもですね、助けてくれないと。はい。で、ロシアは今ね、シリアとウクライナで忙しいと。なると、今、北朝鮮孤立無援なんですよね。はい。で、しかも石油が入ってこないと、あそこの国の軍隊は戦争ができませんよね。 燃料ですからね。そうなんですで、あともう一個ね、大事なことね。これあんまりちょっと表では言ってなくて、ヤイスイブニングラフォンにしか書いてないんですけど、あの、北朝鮮の軍隊が今戦争できる状態にあるかどうかって非常に微妙なんです。それはなんでかっていうと、軍のね、トップを何人も粛清してますよね。で、あの、キム・ジョンはクーデター怖いわけですよ。そうするとね、前線の部隊に豊富なね、不機弾薬を供給してると、そいつらが裏切るかもしれないじゃないですか。はい。だから、ろくに弾薬も与えてない可能性も実はあったりして、そうなってくるとですね、結構厳しいんじゃねえかな、状況的にはね。 でも、そういう中でも、あの国は儒教国家ですから。アメリカの圧力にも俺は屈しない、みたいなね。兄貴最強みたいな状態じゃなきゃいけないんですよ。なんで、強がりで弾道ミサイルとりあえずポチッとなって撃ってみたら、爆発しちゃったと。爆発の原因もひょっとしたら私はこれサイバー攻撃かもしれないと。なるともうこれもうどうにもなんないなと。それでもお前やんのかってメッセージだと思うんですね、アメリカからの。でも、キム・ジョンウなんで、やっちゃうかもしれませんし、やってなくても、このね、ベトナム戦争の時のトンキンワン事件ってあるでしょあれ ベトナム、あれですよ、あれ北ベトナム攻撃してないんですよ。攻撃してないのに攻撃があったってことで、官報射撃ガンガンやって戦争になっちゃうじゃないですか。なんてこともあったりするかもしれないので、もうアメリカの都合ですよね。ここまで来ると。そうね。もう怒らしちゃったって感じですね。まあアメリカからしてみればですね、事前に北朝鮮からの発射の動きがあったとするだけで攻撃する可能性もありますよね。攻撃してめちゃくちゃにしちゃえば、もうあの、動きがあったかどうかも検証しようがないですよね。俺たちは見たんだって言えばもうそれで終わりなので。 までだからアメリカを怒らせてしまったこれまでの過程がもう金正恩間違いだったということじゃないですかね。えー、はい。はい、さあその北朝鮮ですが15日金イルソン主席の生誕105年の。 対応説。まあ、この記念日に合わせてですね、えー、壌の、キム・イルソン広場で大規模な軍事パレードを開きました。アメリカ本土を標的とする、えー、ICBM、えー、と見られる新型の大陸間弾道ミサイルも登場したということなんですが、あの、先ほどジョーネさんおっしゃったみたいに、戦える状態にないという話もありますし、はい、軍事パレード見る限りだとね、はい、何か忙しいなというね、はい、感じはしたんですけれども、まあ。国内向けにファイティングポーズは崩せないので。はいえー まあ、やったんでしょうね。それから、これが ICBM が本物かどうかは分からないです。もし ICBM の開発に成功してたら、アメリカが黙ってないので、今回なぜこんなに緊張してるかというとね、これまでとは比べ物にならない、その、まあ、一線を超えてしまったんですね。それ何かというと、シリアのアサド政権は化学兵器を使うことです。北朝鮮はアメリカの、まあ、本土まで届くミサイルを開発すること。これがレッドラインなんですあレッドラインなはい。で、射程が14000キロの、まあ、ICBM を開発してると、それをやるぞって言ったんで、アメリカがもうプチッと言ったんです。 ーーそれが作られてからだと厄介なので、はい、作られる前に潰してしまおうと。えー、まあ、つまりあの、イランのですね、核開発をやっている時に、えー、イスラエル軍がですね、かつて、もう極限飛行みたいなことやって、その、まあ、原子炉を潰したんですよ。うん、4方向から同時に爆弾を落として壁を内側に崩して壊すと。<ー>まあ、これイスラエル単独でやったんですけれども、えーえー、まあ、あれと全く同じロジックで、あの、そういう、まあ、限定的な先制攻撃をやる、まあ、口実にはなってるんじゃないかなと思いますね、えー。はい。はい、まあ、今回もその、パレードには、え ICBM、ー、IC 大陸間弾道ミサイルではない かというえそういったものもお登場したんですけれども、えー、まあ、本当かど、あの、本物かどうかは不明だと。そね、の発射管がね、乗ってて、はい、その中にミサイルってのは入ってるんだけれども、ねはい、これも専門家によると、例えば、えー、そのお、ミサイルを乗せている移動用の車がありますけれども、はい、そこ普通だと消火器がいっぱいあるんだそうですが、それがなかった。ということは中入ってなかったんじゃないかとか。可能性ありますね。えー、あのー、はい、いうふうにこう、いろいろな分析がされてます。はい、さあ、そしてその軍事パレードでの演説で、 えー、チェ・リョンヘイ朝鮮労働党副委員長は、アメリカが無謀な挑発を仕掛けてくれば、即座に壊滅的な打撃を加える。全、えー、面戦には全面戦で、核戦争には核の打撃で対応すると話し、アメリカを強く牽制しています。うんえー、北朝鮮、今月の25日には、えー、朝鮮人民軍創建85周年、これ、県軍説と言うんだそうですけどもど、えー、これを迎える。まただから一つの、まあ、イベントですよね、はいえー。これがある、控えてるということなんです。 がががででででここのののの日にすすすすね6回目の核実験ももしくはミサイル発射をるるるる可能性もあると言われれてんまだかから北朝鮮の動きがどうなるのかそうですね。えー、で、5月9日に韓国の大統領選挙があるので、はい、まあ、それまでの間には何か動きがあるのではないかなと私は思ってるんですよ。えー、で、このね、チョン、えー、チェ・リョンヘ、はいえー、こいつがですね、えー、アメリカは無謀な挑発を仕掛けてくれば即座に壊滅的な打撃を与えるってね、はい、言ってるんですけど、これはどういうことかというと、あの、ソウルっていう、まあ、韓国の首都はですね、はいあの 関門店のあの国境からね。30キロから40キロぐらいしかはたれ離れてないと、ええ、逆に平壌はそこから150キロぐらい離れてるので、地理的には北朝鮮の方が有利と言われてるんですよ。ええ、で、そのまあ関門店の向こう側の山の向こうにね。ロケット団の陣地とかがあってで、そこでソウルを火の海にするんじゃないかということで、その損害がね。100万人ぐらい犠牲が出るかもしれない、はいええ、アメリカはちょっとね。躊躇するだろう。みたいなことを言っている人がいるんですが、もうこれはまんまと北朝鮮のプロパガンダに乗ってるんですよね。<ー>反撃が怖いから先制攻撃できないっていうのは、ええ、これ本当にできるかどうかという問題と。 本当にやっちゃったらどうなるかって二つ考えなきゃいけないんですけど、はい、ひょっとしたらこれできない可能性もあります。はい。それはなんでかというと、さっき言ったように、前線部隊がろくに、まあ、あの、弾薬とか供給されてない可能性もあったりとか、えーはい、それからそのアメリカのまあ攻撃機とかがですね、もうん、ほとんどその、防空体制ないんですよ、北朝鮮って。はい、だから、その、衛星で見てて、そのロケット弾発射とか始まった瞬間にも爆撃機飛んでって、陣地を全部破壊してしまうかもしれないと。いうことで、うん、あの、物理的にできない可能性がまず一つです。はい、で、仮にやったとして、ソウルが火の海になったらどうなるか。うん、そうするとね、 これはあの、兵道二層八さんが現代ビジネスに書いてるんですけど、ええ、韓国空軍による平壌空爆はアメリカは OK するだろうと。ほうほう そうすると、その、平壌の空爆するその爆弾を落とす量と、あの、ロケット弾をね、あの、砲弾で飛ばす量を比べると、大体ね、桁違いに爆撃のが多いんですよ。だ平壌も同時に火のみになるだろうと。いうことなので、北朝鮮もその、ま、報復の再報復を恐れてできない可能性もあると。ま、あ平壌火のみだったらメンツ丸つぶれですよね。こんなロケット弾なんか撃てるのという話もあると。そもそも撃てないかもしれないってもあるので、どうもこのね、あの、北朝鮮のプロパガンダに乗っかるのは、うん、あんまセンス良くないんじゃないと私は思いますけどね、は。い まあこれ一方の中国なんですけれどもね、中国としては、これ肝の部分としてはですね、北朝鮮には存在してもらいたいわけですよね。そうじゃなければ、まあ韓国と直接行ってしまえばそこの後ろにアメリカが控えてる国境も直接接しちゃうということ正面で対峙しなきゃいけない。それは避けたいですよね。で、まあ今回トランプ大統領とディールとも言われてますけれども、まあ経済問題とこの安全保障問題、まあこれの取引がどうもあったのではないかというふうにも言われてますよね。まあだから北朝鮮 具体的にはその石油の供給を止めることと引き換えに、えー、まあいろいろその為替の,あの批判とかする、はい、のを一時的に引っ込めてもいいよということで引っ込めたんです、えー、はい でも、それが、この問題終わってから、永久に引っ込めるとは約束してないですからね。えー、これで万事解決したと思ったら結構甘いと思いますよ。えー、やっぱりなんだかんだ言って貿易赤字のね、最大の相手国ってのはチャイナですから、えー、もうこれ喉元すぎたらそれはトランプな何するかわかんないし、うんはい、これをやったからって、じゃあ南シナ海問題引っ込めるかっていうと、これはまた全然別の話なんで、どうなのと。で、ね、えー、で結局なんか、あの、習近平はですね、あの、アメリカ行って、で、トランプの言いなりになって帰ってきたと。うん で、血の同盟とまでいった北朝鮮を一晩の晩餐会でひっくり返しちゃったわけでしょ、はい、で、これは国内的に、お前こんなことやっていいのかみたいになりますよね。えー、だから、その、パックスチャイナがですね、ん<ー>なんか、え、こんな簡単にパックスチャイナって裏切,れ裏切られちゃうのと、<ー>簡単に恥を外されるのみたいな感じになってしまったわけですよね。えー、これはちょっとなんか、その、チャイナの同盟国にとってみたら結構困ったことなんじゃないですか、えー、まあ、ロシアなんかからも見てみればね、はい、あの、えー、中ロ同盟みたいにね、言われてましたけど、これも結構簡単にひっくり返してしまって、えー、まあ、あの、さっきのニュースでも ありましたけどシリアのね。アンポリの決議。あの時に本当だったら中路は一致して、あの、拒否権発動するはずなのに。中国危険です。危険ですよ。チャイナは危険になっちゃいましたから、ここでも裏切りですよね。だから向こう側に勝手に裏切りになってしまってて、トランプさんとして、おそこまでやってくれんだと、おウイヤスじゃって、ことになりますよね。でもだからといって、ね、だからといって、じゃあ南シナ海好き勝手やっていいよとか、台湾攻撃していいよって話にはならないんですよ。それはならないんです。ここがポイントですね。はい。となると、この北朝鮮問題、どこ落としどこ にするのかですよね。これね、私は、えー、あの、湾岸、はい、戦争からイラク戦争への流れと同じ、まあ、アノマリーで見てるんですよね。湾岸、えー、戦争の時って、あの、一応まあ、イラクは攻撃されましたけど、はい、サダム・ス戦イン体制は崩壊しなかったですよね。うん で、あれは明確に言ったんですよ。その、不セイ体制を崩壊させようと思ったらできたけど、はい、そういうのが目的じゃないんでしませんでしたと。ええ、我々の目的はあくまでもクウェイと解放ですっていう形で、イラク軍を相当弱体化させましたけれども、不セイは叩かなかったと。フセ、はい、体制は温存したと。で、同じように北朝鮮もですね、まあ、今回のまぁ有事では、はい、まぁ、キム・体制はまあ別にね、 崩壊しなくてもいいってアメリカ言ってるらしいですから。湾岸、えー、戦争と同じで、まあ、一時的に打撃を与えると。い。うことで、はい、アメリカへの脅威を取り去った後、まあ、その後どうするかっていうのはまた別問題じゃないかなと。いうことで、はいえー、朝鮮有事は2回来るっていうのが、私の、まあ、予想というかね。えー、まあ、おそらくまあ、そういうふうに考えてていいかなと。だから、一発目で全てを解決するっていう感じじゃないかなと思います。えー、アメリカにとっては、まずはその、ICBM の開発ですよね。はい、核開発と、それからミサイル開発。これをまあ、止めてアメリカへの脅威を排除するっていうのは最優先なので。えー、でそのためにええええ。 最小限にしたいと、非常にまあ、合理的に、まあ、行動してますから。はい、まあ、そういうふうに考えると、まあ、今回の友っても、まあ、なんとなく分かってくるんじゃないかなと思いますね。えー、えー、まあ、中国は、その石炭は、ああ、の、輸入停止。はい。そして、ええー、石油の供給を止めると。から、ええ、北朝鮮への石油の輸出を止めてると。なって、はい、その後に、どういう、その、まあ,あ、北朝鮮に働き方をするかですよね。そうですね。をするか。はい。ですね。はい、まあ、その核放棄をさせるというのが、一番平和に。 解決する方法なので、えーまあ、チャイナとしてはもう核兵器を、まあ、放棄すると弾道ミサイル開発もやめるっていうことやって査察、はい、を受け入れるとあ<ー>、まあ、そんなの口で言っても信じないですからそうです何度もだってこれまでねでしょ あの、受け入れるかどうかって結構大きな問題ですよ。儒、はい、教国家ですから。査察<ー>されちゃったらメンツ丸潰れるじゃないですか。えー、だかここは結構見物ですね、この後ね。うん、でも、その、何かこの向こうの国会とされるところにね、はい、外交委員会を19年ぶりに設置したりだとか、はい、そういう動きは見せてるようなんですが、ね。まあ、なかなか難しいですね。すねはい、はい。今朝のコメンテーターは、常年司さんです。